Hey guys and girls, welcome back to Let's Play Some SMT Strange Journey Redux, where we left off. Jimenez doesn't seem in his right mind right now, at least that's what I'm assuming. Bugaboo had came to get us so we can try and snap him out of it. I don't know what's happening. Hate. Oh no! Jimenez attacked! I have to fight him? What? No! Jimenez is confused. Bugaboo! Be careful! He's fighting it though. Don't give in! We gotta quarantine this dude.緊急指令です。緊急指令です。複数のクルーからデモニカの生体モニターに意識障害を起こし、攻撃的異常行動を取り続けています。詳細不明の病的ステータスです。正常なクルーの安全を確保するとともに、発症者への加害を避ける必要があります。この指令を正常に認知できる隊員は 直ちに帰還してください。隊員、ゼレーニン隊員、ヒメネス隊員も当該クルーです。みんなに病的ステータス？ともかく、アーサーの指示に従いましょう。ヒメネスは気になるけど。 You return to the red sprite. <音声>緊急事態の発生です。このままでは Our crew is getting, turning crazy. <音声>状況を要約すると、調査隊の1割に当たるクルーが病的ステータスに侵され、指揮不能に陥っています。攻撃的な行動を起こす狂乱状態。恐ろしい、恐ろしい。みんなおかしくなっちまって。 殺し合いを始めやがった。異常クルーの様子をカメラが捉えています。映像をつなぎます。メインディスプレイです。You can see the crew members fighting on the view screen. Oh no. なんてことだ。あいつら、獣のように殴り合っているぞ。お前ら、やめろ。やめるんだ。 敵じゃないだろう。仲間同士で殺し合うなんて、ひどい仕打ちだ。なんとかできないの、アーサー。止められないの。人間なのに、人間なのに、あれじゃ悪魔みたいじゃないか。いずれは僕もあんな風になってしまうのか。 そんなの嫌だ。これじゃ動揺するばかり。映像は切るべきだわ。みんな落ち着いて、落ち着いてちょうだい。アーサー、解決法の話をしてちょうだい。みんな落ち着かせるの。クルーの皆さん、気を静めて私の説明を聞いてください。 現在、クルーに発生した異常の解明に努めています。すでに負傷して動きの止まったクルーを医療室に搬送し、原因究明していましたが。
So now this has me thinking. Did whatever this disease is reanimate Gore? Or maybe he's the host of it, and it reanimated him to, and got him out of here. You know what it is, we probably have to kill the beast of this area. As in something's causing it. MK gun? MK型兵器を使うには、その作用破壊、そのためには精神規制体の本体か禁煙体の抽出が必要なのです。ちょっと待てよ。その精神規制体ってあるかどうかもはっきりしてないよな。存在もわからないのに、その本体を集めろと。そんなこと。可能性があるのは患者、あるいは現時点では本体を検出できませんが、 時間経過や私の提案できるプランはここ。なんてこと。仲間の犠牲を待つしかないの？それも確実性のある方法じゃないなんて。
何かないのか、アーサー。他に治療を急ぐ手は。Can we? Why do we have to wait for someone to catch it? Can't we go out and just hold someone down and I don't know, grab some blood from him? ねえ、あなたも思ってるかもしれないけど、この異常を見て思い出すことはない。Remind me of what? あんなショック、私、ヒメネスや機動班クルーの代わりようって。ボーティーズで見た実験を思い出せない。Okay, I do remember that. こんな凶暴化し、自我を失い、悪魔のようになってしまったわ。行っていた実験そっくりに、あのセクターボーティーズの宮殿を調べれば、何か手がかりが見つかるんじゃないかしら。嫌な思い出の場所だけど、逃げてはいられないと思うわ。医療班です。今回の症状。了解しました。治療現在身柄を保護できていないクルーについてですが、感染の可能性など不必要な接触もど。それは最善の策を取るということです。シュバルツバース調査を実行する人員がゼロ。現在最善の方法は治療用の MK 型兵器の開発だと考えられます。では少しでも犠牲を抑えるためにも。でも何があるかわからない。さっき渡したレアフォルマをアービーに持って。Good idea. I want to go to sick bay though first. Get myself cured. どうやら。All right, work your magic, guys. Do 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 do.So we got gate search B. Alright, so we gotta go way back to booties. It's kind of annoying, but all good.You sense a presence. 動いた様子にもし誰かと話してるの？ Ah, my steamer. あなたは Yeah. I'm too on you guys' side, alright? I need to, like, have an option to curse him out or something. ゼレーニ。あの、腐りただれた国で、あなたたちの仲間がおかしくなる様を私も目にし。あなたはそのことまで見通しているんですね。ですがどうしてここに。あなたと同じでしょうかね、ゼレーニ。困っている人がいれば救いを、過ちに傾く人がいれば導きをと動くのが私の使命ですから。するとあなたにはおかしくなったクルーたちを助けられるというのですね。それはどうだかわかりませんが、いくつかの手がかりはあるつもりです。それをお伝えに来たのです。人間があのように悪魔のごとく振る舞うようになるとは、正しき霊に導かれなくなって久しい種族の。もっとも今それを求めても千なきこと。今回の原因となったものを探し出すことが先決です。お叱りの言葉もあるのね。わかるところもありますけど、ともかく私たちもこのセクターで奇病の原因かそれに似た何かを見つけられればと来たんです。それがあれば私たちの科学力で治療が可能かもしれないんです。確かにオーカスと戦った時のように
あなたたちは自らの道を切り開く技を持っているようだが、それが過信とならぬか、器具がない使っているつもりが使われているとも限らない。科学というものも悪魔も主の御心にそぐわず、人間を惑わす危険をはらんでいる。これらに必要以上に頼るべきではないと思いますがね。科学に悪魔、大きな力の扱いは？ I use it only when I have to. You just have to be careful. None of your business. 人間とはそういうものですが。 Yeah, I am. Because I don't like you. And I mean, I have to be a little evil. I'm sorry. 私の言葉が通じなかったか。ともかく、心には刻み置き願いたい。人間が真に頼るべきは何？あなたはいろいろとご存知のようですけど、それでどうしてここに手がかりがあると睨んだのです？かつてこの地を支配していたあやつは、あの腐りただれた国と何やら交易めいたものをしていたようなのです。デルファイナスとこのボーティーズとでやり取りがなされていたと？ええ、程度は分かりませんが、協力関係があったようです。ミトラスは何やら人間を使い実験めいたことなどもしてましたが、それにも関係する様子、それがあなた方の仲間の病気とつながりを持つことも十分考え、私たちも似たような推測を持ってはいたんですけど、あなたの話からも希望が持てそうよ、マンセマット。あのミトラスの宮殿にはいろいろと仕掛けがありましたから、まだ未踏の場所も探し物には苦労しそうですが。では私たちは行くわ、マンセマット。 Yeah, leave us alone. ではGo away. We're busy. Alright, let's hope. I assume I'm not gonna get a little better just from that one. Oh, there it is! There it is! Alright, so now I have to basically just pick the options where I don't care, essentially, for either side. We gotta stay right in that vicinity. And stop leaning toward law or chaos. As much as the law options, most of them are good, like good natured ones that I would probably say, I have to be like the type where it's just like survival. I wouldn't say it's just like not care. Yeah, like I said, yeah, it's mainly what it is the options seem to be being super good, being super evil, or just trying to survive. Essentially, that's like the middle ground neutral path is what I want to kind of label them as. So happy we're on neutral alignment though. All right. So we're back in this damn place. Alright, so essentially, I'm just gonna run from fights that take place, because a lot of this stuff is super weak, and it's just a waste to battle them, and then hope we find what we're looking for. So what I want to do is go up at least to the area where we were at, and then from there start searching around. Thank you.
Now, would there be a room on the fifth floor, though? That's my question right now. Oh yeah, I see a door right there. That might be what we're looking for. Gate search. Yep, there's type B gate. Alright, yeah, these are all still not worth our time. Getting some chests at least, I guess. Okay. Zelenin began investigating. He found a strangely decorated crystal. Why is he stalking us, dude? Leave us alone. Asura, my sworn ally. Or Asura. But we have to try. それは、あなたたちの役目だ。もちろん、そうなるように祈らせてはもらいますがね。しかし近頃は、悪魔なんぞまでもが知恵を使い、科学をしようとする。主の意に遭ぐわぬ知恵は、すべて悪徳です。ゼレーニ。 He didn't do nothing. Why is he get thanks? We found it. God. Alright, got the Madman Stone. I don't like him at all. I hate that he's on the side of, like, you know, the quote angels or like the good side. Mastema is just, he's pretty garbage. Like, I like Bugaboo so much more, which kind of says something about, I don't know, I guess being human.
the supposed god-like character who, you know, people worship and look up to is kind of a little bit of a pompous douche. And then you have a character like Bugaboo, who is like, he's a demon. He's said to be one of these, like, you know, lowly creatures and evil and all that. And he's like, he's kind of sweet. Like, I can't not, like, want to pet him as ugly as he is. Alright. Do we want to go back to Delphinus? Or do they do this in the lab? They do it in the lab. Okay. これに頼らなきゃならん状況じゃき。手に入れた強者の意思が願い通りに機能してくれればいいのだけど、MK型兵器がどういうものだかよくわからないから、ここからはお任せね。MK型兵器っていうのはプラズマ技術を応用して特定の波長を照射し、人間の意識、精神を操作しやすい状態に変える装置だ。 つまりはマインドコントロール兵器、洗脳装置ぜよ。洗脳装置？そんなものまで積んでいたの？おっと、わしが積んだんではないがよ。最初からの備え付け、どういう使い道をするつもりだったかはわからんぜよ。敵兵のいない場所で必要があるものだったのかしらね。状況によっては、 私たちを機械も同然に扱うつもりだったってことなんでしょうけど、どういう状況を想定していたのかしら。いろいろと信用できないわね、人間って。後ろ向きな思考はいかんがよ、ゼレーニン。わしらは皆助け合っとる。さあ、患者を助けるために急ぐがよ。 So I think what I'm gonna do, guys. Oh. それが噂のMK型治療機ね。でも医療室に治療待ちのクルーがいるんでしょ。Oh, I have to test it out in sick bay. All right. Will do. MK型治療機. So what do you think? So I won't end it yet. We'll test the gun out. Ah,
何か見えなかった？どこだ？ここは。意識レベル戻りました。おめでとう。次は体の治療をしてあげるわよ。やった！やったぞ！これでみんなを助けられるぞ。待てろ、すぐに行くぞ。すごいわ、ファンタスティック。こんな奇病を治せただなんて。人間の科学の力ってきっと無限なのよ。こちらアーサー、治療法開発。イエイ。直ちにクルーの救出を開始してください。資材班がコピーした MK 型治療、これを使用し艦外に分散している発症扱いは他の重火器と同様です。デルファイナス気象の隊員を治療。これをミッション。ヒメネスはまだ無事よね。早く彼を助けに行ってあげて。Well, dear. あら。治療せ。So, do I have to quit it? It's also my. No. Okay. I was just wondering. Alright, so I'm gonna end it here. Leave a like, subscribe, share with a friend, all that good stuff. I'm gonna end it here. When we come back, we're gonna start curing people. Hopefully cure Jimenez. And go from there. Leave a like, guys. Subscribe, share with a friend. I hope you guys enjoyed. I'll see you next time.